記号を使って証明を表していきたいと思いますが、例えばこんなふうに定義できますということですね。まず定義の文ですけれども、内々の次はというのは、この S カッコという形で表します。そうすると、1の S の1は2、S の2は3、S の3は4、S の4は5というふうに簡単に表すことができます。これは S の定義になります。それから、すべての x についてというところですね。これは a をひっくり返したような形で、す、え、べ、ー、ての x について sx は x プラス1であるというふうに定義することができます。で、これの a をひっくり返したような記号、これ for all というに言いますけども、す、ま、べ、あ、てのということになります。で、ここまでが定義で、で、ということはというのがあった、あ、下ですね。 えー、例えば2というのは S の1ですよと。それで1の1たす1ですよとで。3というのは S の S の1で、または S の括弧を1たす1ですよと。でさらに1たす1たす 1, 1ですよというふうに表すことができます。まあ、これはすべて、えー、置き換えをしているだけですね。別に考えているわけではなくて、いわゆる、えー、この変形を行っていると。 まあ 2, 2というのは S の1ですよというのは、例えば上にそのままありますし、S の1というのはプラス1でしたので1、1たす1ですよというふうになると。と、まあ、このふうに、要するに検索をして、置換を行っているだけですよということですね。で5というのは、S の, S の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 1ですよ。これも同じように、まあ、3から4。 5というふうに変形していくことによって簡単に求めることができます。でこのようにするとですね、いわゆるコンピューターで難読処理ができそうだなというのがわかると思いますが、いずれにしても、さらにですね、これを使って、これで言うのは証明儀というふうに言いますけれども、一番下の方にまあ証明したいものを持ってきます。3たす2イコール5というのを持ってきて、 3というのを置き換えて、先ほどの方式を使ってですね、S の S の1たす1ですよという、失礼、S の S の1ですよというのは3で、それから2というのは1たす1ですよというふうに置き換えて、で、イコール5というふうになる。そうすると、すべての SX が X プラス1ですよというものを使って、その上ですね、プラス1というのを S に 変換をして、S の S の1が1たすが5ですよということですね。でさらに、えー、プラス1というのをまたひっくりめて、えー、S の S の S の1が5ですよというふうに変形できます。でこれは先ほどやったようにですね、トゥルー、まあ、正しいということが証明できていますので、でこれは変形していくと、証明、えー、トゥルーになりますよということですね。 このようにして、まあ、一般的にはですね、いろいろ枝ばかれをしていてで、全てのところでトゥルー、トゥルー、トゥルートゥルってなるとあ、この元にある3たす2が正しい、トゥルーですよ、ということが言えるというふうなことで証明が行われるということですねで。このように証明というのは、こういっぱいこう枝ばかれしていくんですけども、全てのところで正しい、正しい、正しい、正しいとなると、大元のところが正しいと。 いどこからもですね、一つでもフォルス、正しくないというふうになったら、まあ、全体が正しくないというふうになるということで、えー、まあ証明できるということが言えるわけですで。このようにしてですね、実はコンピューターの上で、す、え、べ、ー、てこれは数式処理と言ったりしますし、まあ、定理証明系というふうに言いますけれども、もうほぼ自動的にですね、このぐらいのことでしたら、 コンピューータの上でで証明ができるといいう,うになっていますで。これをですね、実は計算というわけですね。もう100年以上前ですけども、コンピューターができるはるか前にですね、こういったことが、あまあこういった機械を作るとですね、えー、まあ全て全自動でできるではないかというふうにまあ考えて、まあ、当時はコンピューターという言葉すらもなかったんですけども、要するに計算をする機械というのをですね、まあ、全自動の機械と。 いうのをできるんじゃないかなというふうにして、このように全部記号化してですね、やったということがありますで。結論から言いますと、これは実はできないということが証明されたということですけども、それにちょっと迫ろうと思いますで。例えばということで、まだ証明できる話をしますけども、このように論理学を使ってですね、いろいろ証明していくといろんなことが分かってきます。 例えば0を含めて1を含めないこの数直線上の点の数というのと、えー、0を含めて無限に行くようなあ数直線上の点の数、まあ、点というのはまあ面積がなくて占、えー、めることをまあ表しますけどもで、まあ、点の数を数えましょうと。 いう時に例えばこの問題として数直線上の点の数はどちらが多いというのを考えましょうこれちょっとしばらく頭の中で考えてもらいたいんですけども答えを知ってる人もですねどうしてそうなるかというのをちょっと考えてみてくださいそれでですね、えーまあ、考えたとして、まあ、答えを言います答えと言いますか考え方を言いますと、えー、例えばですね、えー この数直線、先ほどの上にあった数直線、0を含めてロ1を含めないという、この数直線ですね。それから、0を含めて無限にある数直線、これを X 軸。でこのように90度の関係、X 軸と Y 軸の上に置いたとして、適当な固定点というのを設けて、これは、まあ、あの1の値。 y 軸でいうところの1の値のところですけども、で、このようにですね、無限にこう線を引くことを考えます。そうすると、容易にわかるように、えー、このそれぞれの数直線上の点が一対一対応するということがわかると思います。要するに0の点で同じで、そこからあ徐々にこう、無限円まで x 軸で行く間にですね、y 軸はたかだか1の この点という意味では1対1に対応するということが分かると思います。で、結果的にです、ね、これがあのこの茶色のところが平行になってしまうと対応しなくなるので、まあ、1のところは含まれないと、まあ、いうふうな感じですね。でつまり数という意味ではもういくつあるか分からない。 あとから言いますけれども、この数というのも、ですね数えられる数、無限というのはまだ少ない無限の数で、数えられない数というのが世の中にあるということをちょっと後で言いますが、いずれにしても,もう数えられないぐらいの数がこうあったときに、まあ、どういうふうに等しいとか、どちらが多いとかっていうのを考えたときには、この一対一対応というのを使いますということですね。 で、答えはですね、えー、等しいということが言えます。まあ、今の等しいというのはですね、えーまあ、集合論といって集合の考え方を使うと非常にわかると思いますが、まあ、非常に大きな数、または数えられない数を扱うときにですね、よく使うんですけども、集合 X Y というのがあって、ある点、またば3つあったとします。 で、こちらも3つあって、で、この数はどちらが多いかっていうのを考えたときに、この対応を考えるんですね。この点はこの点と、この要素はこの要素と対応する。この要素はこの要素と対応する。この要素はこの要素と対応する。というふうに、先ほどと同じように1対1対応ですね。 が分かれればここは等しいということになるんですねよく昔、えー、まあ運動会に玉入れというのがあってです、ね、1つずつこう投げていって、でえー、どちらが早く終わってしまったらまあ少ないということをやったというような感じで、えー、これいくつあるかというよりは、どちらが多い、少ないというのをかあ考える時にはこういった手法をよく使います。 で今の場合はですね、等しいということが証明されたというんですね。で、上記問題の点の数は等しい。1次元の点の数と2次元の点の数は等しい。2次元の点の数と3次元の点の数は等しいということも、まあ、これは違う手法を使うんですけども、えー、昔数学者がですね、えー、いわゆる数というのをいろいろ研究していく中で、こういうことが分かってきました。で、無限というのを考えるとですね、えー 大体、まああ、1次元の点の数も等しいと、2次元の点の数も等しいで、さらにそれと3次元の点の数も等しいと、まあ、いろいろ分かってきたんですね。すべての点の数が対応できると、一体一体をできるということが証明されたということですね。まあ、少しなんか変に感じますけどこれが論理学で、まあ、数学といってもいいですけども、論理的にですね、えー、つじつまがってるという話になってきます。 このように証明というのはとにかくやっていくということですね。それで、えー、じゃあ何でも証明可能かというのを、これを先ほど言ったように100年ぐらい前から考えたんですね。えーまあ、多くの数学者、まあ、非常に有名な数学者はこういう形で論理的に全部こう数式という形で表していくと、それの検索と置換で,で,す、ね、で証明が行われて、でまあ、このようにするとすべての、まあ、学問的要素、まあ、論理学、 論理的な要素です、ね、は証明可能じゃないかというふうに思ったんですね。ですが、ちょっと端折りますけども、えー、実はこの下にありますようにパラドックスというふうなのが考え出されるというか分かってきて、実は証明可能ではないということが分かったということですね。でまあ、その前に、じゃあパラドックスというのはどういうものかというと、例えばこの15文字の文章は嘘である。これは文章であると同時に、 作業からやっているように、まあ、記号の集まりというふうに持っているんですね。つまり、今までやってきた数式とか、そトゥルーとかフォルス、正しいとか正しくないということが、すべて分かってきた、集まりである文章に対して、じゃこれ以外にはないという前提で考えると、えー、本当になってしま考える、う嘘である、チームは本当なのか、嘘になってしまうんですね。つまり証明できないということです。それから、あまあ、こういったことがいろいろ発見されたというか、作られてきたんですね。ひげを剃る、ひげ剃り師は自分のひげを剃るかという問題があ ありますまあ、これはちょっと時間の関係で説明できませんが、これもです、ねえー、自分のひを剃るかという問題に対してはあ分からないという結論になってしまいます。それからあ集合論の問題ですけど、集めた集合を X とすると、X は自分自身を含むかという問題があったときに、これも、えー、正しいかどうかというのは分からない、自分自身を含むかどうかは分からないという結論になります。ここれについては後ででの、えー、の次のスライドですね 実際に証明を試みてみたいと思いますが、まあ、いずれにしてもです、ねえー、こういったものが、えー、いっぱい発見されてしまったんですね。でこ,れえー、こういったものが、証、まあ、文章を使ってで、えー、非常に有名な科学者という人たちが、これは正しいということをずっと積み上げてきたわけですね。えー、科学的な事実は、結局、記号の集まりである文章、まあ、数式を用いて、これは正しいとか正しくないということをいろいろ証明してきたわけですけどで、証明できるというふうなことが分かったので。 実際に、まあ、証明というのがあって、パラドックスは証明できなく的には厳密ではないとしたのが、ゲーデルさんという人が1930年代に、えー、わずか18歳で告、えー、というのを証明してしまってです、ね、実際にはより、えー、精密な第二不完全選定理というのがあるんですけども、そこまで証明してしまう、結局、いずれに万能ではないと、えー、証明はということなんですけども、その後に、えー、発明されたので、じゃあなんでコンピューターがないことは証明できないんですけども。 はまあ証明できないとしても、えー、まあ戦争に勝つためにです、ね、暗号通り、大砲とかミサイル、ですね、軌道計算をするということがありましたので、要するに証明できるところだけでも、大量の計算をするところだけでも、えー、まあ計算したいということで、コンピューターが発明されたということです。まあ、その後、ですね、商用ベースでもコンピューターがみんな社会になったということなんですけど、前に証明されていて、まあ、それでも要するに万能じゃないんだけども、 コンピューターでありますよ、要するに計算でありますよと言。